父と子と聖霊の御名によってアーメン。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。皆さん、神聖な祭りを祝う前に私たちの犯した罪を認めましょう。打ち砕かれた心を癒すために使わされた主よ、憐れみたまえ。罪人を招くために来られたキリスト、憐れみたまえ。父の右の座にあって私たちのために取りなしてくださる主よ、憐れみたまえ。全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。祈りましょう。全能の神よ、聖コルネリオと聖チプリアノは牧師屋として献身的に尽くし、不屈の殉教者として命を捧げました。聖人の取り次ぎを求める私たちの信仰と勇気を強め、教会の一致のためにたゆまつ働く力をお与えください。聖霊の交わりの中であなたと共に悠々に生き、支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。使徒パウロのコリントの教会への手紙。皆さん、あなた方はもっと大きな賜物を受けるよう熱心に努めなさい。そこで私はあなた方に最高の道を教えます。たとえ人々の意見、天使たちの意見を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル、たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完成な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇るとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず、高ぶらない、礼を尽くせず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない、不義を喜ばず、真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。予言は廃れ、異言は闇、知識は廃れよ。私たちの知識は一部分、予言も一部分だから、完成なものが来た時には、部分的なものは廃れよ。幼子だった時、私は幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていた。成人した今、幼子のことを捨てた。私たちは今は鏡に、おぼろに映ったものを見ている。だがその時には、顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているように
はっきり知ることになる。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。神の言葉。神の注がれる目は神を恐れる者に、神の愛に希望を置く者の上に。神の言葉は正しく、その噂には偽りがない。神は正義と公平を愛し、慈しみは地に満ちている。神の注がれる目は神を恐れる者に、神の愛に希望を置く者の上に。神を王としていただく国、神のものとして選ばれた民は幸せ。神は天から目を注ぎ、人々をすべて見ておられる。神の注がれる目は神を恐れる者に、神の愛に希望を置く者の上に。主よ、あなたの言葉は霊であり命です。あなたは永遠の命の言葉を持っておられる。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時イエスは言われた。今の時代の人たちは何に例えたらよいか。彼らは何に似ているか。昼間に座って互いに呼びかけ、こう言っている子供たちに似ている。吹よ、吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかった。セレシャヨハネが来てパンも食べず、ブドウ酒も飲まずにいると、あなた方はあれは悪霊に取り憑かれていると言い、人の子が来て飲み食いすると、見ろ、大食間で大酒飲みだ、朝鮮人や罪人の仲間だという。しかし知恵の正しさはそれに従う全ての人によって証明される。キリストに賛美。今日は9月16日に天理で聖コルネリオ教皇と聖チプリアノ司教殉教者の記念日です。コルネリオは251年にローマ教皇に選ばれた。対立教皇としてタタノバチアヌスの派閥に反対されたが、
チプリアノに支持されて地位を保つことができました。ガルス帝によって追放され、253年にイタリア中部のチピタペキアで亡くなった。その遺体はローマに移され、カリストの墓地に埋葬された。チプリアノは210年頃北アフリカのカルタゴで異教徒の家庭に生まれた。やがてキリスト教に改宗し、司祭に受戒され、249年にカルタゴに司教に選ばれた。その活動と著作によって多くの困難のただ中にあった教会を見事に収めた。バリリアヌス帝の迫害の時にまず追放され、その後258年9月14日に殉教した。この二人の教会のリーダー、2、3世紀頃は私たちにとって殉教者は私たちの信仰をこの2000年間に、私たちのこのカトリック教会を守られたということは私たちは分かります。この聖パウロの今日の第一朗読では、信仰と希望また愛、この最も大きなことは愛です。この二人の教会のリーダーも、聖コルネリオとチプリアノも、自分のすべての命を捧げて愛によってイエス様に従って教会にすべて捧げ物になりました。私たちも一人一人毎日の殉教の道、それは殺されるではなくて自分自身の道、それはイエス様の道を忠実に毎日の生活に歩むことができますように、キリスト者として聖人たち、特にこの二人の殉教者とともに、私たちもこの日常生活、時々大変なことがあっても私たちは信仰が持って、また希望も叶えられて、その愛も証しすることができますように、このミサを一緒に捧げましょう。アメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。第一の恵み、ローの実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。第一の恵み、ローの実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。慈しみ深い父よ、父である神よ、聖コルネリオと聖チプリアノの殉教を記念して捧げるこの供え物を受け入れてください。
迫害の最中に聖人を力づけたこの奇跡が私たちにも困難な時の支えとなりますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。主は皆さんと共に。心込めて神を仰ぎ、聖なる父、全の永遠の神、主キリストによっていつもあなたをたたえ、感謝の祈りを捧げます。聖コルネリオと聖シプリアノは、あなたの恵みに強められ、命を捧げて御子キリストを明かししました。弱い人間の中にあなたの偉大な力が示され、十字架の道を行く者の中に、人の知恵をはるかに超えるあなたの愛が輝き出ます。御前で栄光をたたえる天使の声に合わせ、ここに集う私たちも感謝の賛歌を捧げます。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主、主の栄光は天使に満つ、天の糸高きところにふさんな、おもべきかな主の名によりてきたるもの、天の糸高きところにホサンナ。まことに尊くすべての聖世の源である父よ、今聖霊によってこの供え物を尊いものにしてください。私たちのために主イエスキリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んでいる名に向かう前にパンを取り、感謝を捧げ、割って弟子に与えて仰せになりました。みなこれを取って食べなさい、これはあなた方のために渡される私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました。みなこれを受けて飲みなさい、これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主の死を思い復活をたたえよ、主が来られるまで。私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こす。私たちの教皇フランシスコ、私たちの好きをトマサクイナスマイダーマンヨとパオロサカイトシヒロ、すべての清役者をはじめ全教会を愛の完成に導いてください。また復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟とすべての死者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリア、シウセフトシとすべての時代の聖人、聖コルネリオと聖チプリアノと共に永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中に、全能の神父であるあなたに、すべての誉れと栄光は悠々に至るまで。アーメン。主の死を守り、御言葉に従い、つつちに主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。
慈しみ深い父よ、すべての子から私たちを救い、近代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は限りなくあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残す。私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らに平安を与えたまえ。神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは神の子キリスト、永遠の命の糧、あなたを置いて誰のところに行きますよ。慈しみ深い父よ、主の過ぎ越しの神秘に扱った私たちの祈りを聞き入れてください。
殉教者コルネリオとチプリアノの模範に習い、力強く福音を明かしすることができますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。皆さん一人一人このミサに共に祈ってくださってありがとうございました。主は皆さんと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。感謝の祭を終わります。行きますよ、主の平和のうちに。神に感謝。